84.7MHz でお届け中 FM 横浜トレセンプラス6時になりました。ここで今日のゲストナナノンから重大発表があります。それではナナノンのお二人、よろしくお願いします。私たちナナノン今月 LINE デビューしました。いらっしゃい。よろしくお願いします。なんかちょっとイントネーション違ったよ。ナナノン、はい、ナナノンです。ナナノンね、カツ丼と同じです。カツ丼ね、はい、カツ丼からのナナノン。なるほど、親子丼からのナナノン。語呂が違う気がする。ナナノンのお二人、自己紹介お願いします。はい、ナボ豆腐あとナナです。はい、前のんこと前田のぞみです。二人合わせてナナノンでーす。いや、あのね、前田のぞみちゃんわかるんだけど、俺もわかるけど、ナボ豆腐あとナナ、はい、これどうしたの？私もともとニコニコ動画で活動してて、その時にナーボー豆腐って名前でやってたんですけど、ナナっていうのは女優とかモデルさんやらせていただいた時に使ってる名前で、組み合わせてアーティストの時はナーボー豆腐あとナナっていう名前でやらせてもらって。ああ、なるほど。辻人生なのか辻人なりなのかみたいな、みたいな、そういうとこね。昔いるのよ、そういう人が。昔じゃねえ、昔じゃねえ。表現難しかったよ。難しかった、ごめんね。へえ、全然麻婆豆腐感ないからね。ないですか？関係ないよね、それ。関係はないです。関係ないよね。好きとか嫌いで言ったらどっちだ？好きです、麻婆豆腐は。そこ広げてもしょうがない。そんな麻婆豆腐あとナナさんと前田のぞみさんでナナノン。ナナノンか、そういうことか。なるほど。ちょっと淳吾さん、いや、すげえびっくりだよ、このシルエット。ナナさんの隣に淳吾さんいますよね。いるよね。のぞみさん、ナナさん、淳吾さんなんですけど、少々大。どういうこと？何？いや、もう全然顔の大きさ違いますよ。え、私たち違う？全然違いますよ。もうね、存在感ありすぎ、淳吾は。逆に私が、2人とも見てください、この顔の小ささ。すごいね、シャボン玉ぐらいだね。シャボン玉よりシャボン玉の誰でも大きくなったり小さくなったりするから、難しいよ、これ。申し訳ないね。アイアンクローでちょっと顔潰せちゃうんじゃないかっていうぐらいすごいね。ほんとちっちゃい、しかも細っ。ウエスト何やってんの？ウエストはウエストの役割してんの？そのウエストはやってます、やってます、作ってる？食べるんですよ、私たち。すごく食べる。はい。麻婆豆腐以外何が好き？焼肉。何が好き？私も焼肉大好きです。焼肉食うんだ。肉食なんだ。結構食うの？結構食べますね。またなんかシルエットはすごい似てるよね。似てるね。嬉しい。髪型もね。はいはい、今日は一緒にしてきました。え、二人はどういう付き合いなの？もともとソロで活動してたんですけれども、舞台で共演したのをきっかけで仲良くなって、で、なんか2人でプライベートでも遊ぶようになって、で、なんかいろんな方に似てるねってすごい言われるようになって、で、そこから2人でなんかユニットやりたいねって話をしてて、今お互い事務所も違うんですけど、そうなの？はい。で、2人で企画書を作ってお互いの事務所に持って行って、私たち2人でユニットやりたいんですってことを提出したら、半年後ぐらいにデビューが決まりました。はい。なるほど。意外と野心家なんだね。野心家ね。野心85ぐらいあるよね。あるね。ゆいなのみたいな。野心85ぐらい。確かにこれすごいわ。危ないわ。でもいいことだよね。なんかちょっと陶器とか上げとかないと忠誠心すぐ下がっちゃうみたいな感じだね。じゃない。野心めちゃめちゃありますから。そう、すごいよ。ああ、そうなんだ。いや、でも行動力ありますよ、淳吾さん。素晴らしい。自分らの企画書？それ鉛筆じゃなくてパソコンのやつね。はい、パソコンで作りました。どっちでもいいよ、それは。どっちでもいいよね。ナナノン、ニューシングルが3月24日、来週リリースですね。ついにだよ。そうなんですよ。やったね。これがね、両 A 面ですよね。はい。67ノン。67ノン。67ノンです。そっちは7ノンで大丈夫です。あ、本当に67ノンじゃないんだ。67ノン。67ノン。そこは分けてるね。アンドロイド1617。はい。え、もしかしてアンドロイド2人ともそういう曲になっております。真面目かも。普通の回いや、もうアンドロイドなんじゃないかっていうぐらい面白いスタイル。確かにそうよ。本当だよね。じゃあ最初はどっちを聴かせていただきましょうか。曲紹介お願いします。はい、最初はこの曲を聴いてください。ナナノンで、せーの、67ノン。いや半端ないわ7ノン。いやすごい7ノンね。不思議だよ。ナーボー豆腐アットナナさんと前田のぞみさん、はい7ノンでございますね。その企画書をさっき書いてそれぞれ事務所は違うんだけどこういうのやりたいっての持ってったと。何を書いたの企画書に？もうグループ名も書いてたの？グループ名は書いてないです。どういうことをやりたいとか。そうそう具体的にさ書くじゃん企画書だから。こういうユニットになっていきたいとか、どうして私たちは例えば私だったらどうして前のんと組みたいのかとか、お互いのなんでこの子じゃなきゃダメなのかっていうことを書いたりとか、そのデビューまでの道のりとかも2人でどういうことをやったらこれからつながプラスになっていくのか、メリットを書いたりとか、あとどういうところで活動していきたいとか、どういう方に知っていただきたいとか、活動場所とかいろいろ本当に調べて書きました。のぞみちゃんはななちゃんじゃなきゃダメな理由はなんて書いたの？私すごい向上心が高いっていうかすごい上に行きたいんですよ。野心家ね。野心85ぐらい。でも本当にそういうところがあって、今までやっぱお仕事12歳からやってるんですけど、でなかなか同じ気持ちになる人がいなくて、で舞台で出会った時にやばいちょっと負けるっていうかちょっと似てるものを感じて超えてきたと。そうで焦ったんですよ。並んだ時にあ似てるみたいな。でこいつすっげえ野心家じゃんって。そうなんですよ。で話しててもすごい毎回何を言われるんだろうってそわそわする感じ。最初の出会った時とかこんな気持ちじゃなかったんだ。不思議な感じになって。すごいこの子と思ってニュータイプだこいつはと思ったんだ。そうなんですよ。でやっぱ向上心が高いからどんどんやっぱ上に行きたいっていうか目指すとこがやっぱ一緒なのでそれってすごいことだなと思って。すごいちょっと前の半端ね。前の半端ね。いや前のはやっぱりさ7の7ののね。あのんの方だから前のはね前のんね。前のんじゃん。前のんはだから7のん7のん2人で7のんだから確か。あれちょっと待ってななちゃんはなんだっけ？7であななちゃんか。ななちゃんと前のんか。前のんはななちゃんをちょっと初めてそこまでちょっと私よりもしかしたら輝いてるかもみたいな感じに思えたわけじゃん。それを取り込んじゃえみたいな。すごいよね前のん。2人だったらもっといけんじゃないかって。鬼からだっていう。そう鬼に金棒のやつ。お鬼からね。鬼からにしよっかこれユニット名。ダメダメいっぱい考えたんだから。あそうだすごいね。ななちゃんは前のんのことをなんて書いたの？どうしてななのんとして前のんと一緒にやりたいかっていうのはでも私今聞いてやっぱ同じことを思ってました。ああそうなんだ。だからその考え方とかもやっぱり話してて気持ちがいいしどんどんやりたいこととかが出てきたりとか一緒にいる雰囲気も好きだし結構すごい私のお姉ちゃんみたいな感じなんですよ。結構年齢的にはちょっとお姉ちゃんなの？1つ上です。あそうかそうだね。性格的にも前のがちょっとしっかりしてる。はいそうなんです。だから一緒にいてすごい気持ちがいいしお仕事としても信頼できる部分がすごい多いから一緒にやりたいなって思う。2人で天下取ろうぜっていうね。はい全国統一行こうぜっていうやつだよね。天下取りたいんだよ。そうだ7ノンの野望でしょ。野望ね7ノンの野望だよ。あそうやってみたい。でその舞台が一緒になったと。そこまでっていうのは前のはモデルさん。そうですね女優業もやってるんですけどスターデビューはモデルなので。モデルさんなんだよね。へえあれでしょポップティーンとか。はい今ポップティーンという雑誌に出させてもらってます。現在もモデルさんなの？はい10年間やってます。男受け代表の超人気モデルですから。いやいや男受け全然です。またこのね前のね左の目の下にある泣きぼくろがね。それ書いてるやつじゃなく書いてないで本当のやつ。やっぱセクシーだね。そうだね。でななちゃんはさっきみたいにニコニコ動画の総再生回数が1000万回オーバー。これはすごいよ。もうどんだけ見ればいいんだよナナのこと。何やってたのナナそこで？私はずっと踊ってみたとかやっててニコニコ生放送とかもやってたんですけどその後にオーディション番組みたいなところに呼んでいただいてそれに出た時にそれをつんくさんが見てくれててそこでつんくさんのプロデュースでメジャーデビューさせていただいたんです。へえ。その時一人で？一人ですソロで。あ、その時はナナちゃんでやってたの？ナボナフとナナでやってたんだよ。もうやってた、もうやってたんだ。だからおのおの自立してるというか持ち場はあんだよね。うん、そうね。それが2人組んだらもっといけんじゃねみたいな話になったでしょ。はい。どっかのファミレスだよ。なんでファミレスなんだよ。もっと上等なとこあんだろ。焼肉屋さんで。焼肉屋かよ。焼肉屋なんだよ。すごいね。こんな顔で2人で焼肉食だね。大好きなんですけど。でもすごいですよ。2人の身長、体重、髪の毛ほとんど同じです。髪の毛も同じほとんど同じ成分でできてます。でもそれだけじゃないです。それだけじゃない。はい。私たち誕生日も1日違いです。ほらこれ。1日違うんだねでも。いやいや、今俺それがいいでしょ。今俺同じでくくってたから腹をね。違うんだよ。血液型は？あ、血液型は違うんですけど。今もう残念、すごいそういう違うやつになるとすごい残念そうな顔する2人とも。いやだ。そうね。ね。ちなみに何型何型なの？ナナちゃんは？私 A 型です。A 型。AB です。AB。あ、でも入っちゃってるよ。入っちゃってね。絵が入っちゃってからね。取り込んでんだやっぱね。一日何月何日ですか？6月16と17で、セカンドシングルのアンドロイド1617の1617。そういうことか。はい。16と17日だよ。何座なんの？そうすると。双子座です。2人とも。あ、じゃあ私も待って、私も双子座だから。一緒ですね。一緒。私もそうよ。そうなってくるやっぱそう。いや、三つ子になっちゃうよ。いやでもそう。15さん入ろうとしては無理だから。でもどっかわかる。やめようよ。どっかわかる。綺麗系でやってるからこっちは。いや綺麗系。荒らさないで。汚いのがいたら綺麗が。やめて。あんまそれもあるかもしれないけどやめて。いや私言ってないわよ。なんか鳴ってる。なんか鳴ってる。本当だ。そうなんです。転がってきちゃった。そう。転がってくるとお別れだよ。お別れだ。お別れの時間なんだよ。今日ねラストシーンね。最後の瞬間ってテーマでやってるんですけど、2人がなんかこう思い出に残るそのラストシーンってある？私たち2回舞台で共演してるんですけど、基本的にどっちも最後お別れするお話で、そうなんかね、すごい悲しい切ないお別れを思い出します。その物語の中で2人が別れると。そうです。その内容を詳しく教えてくれないのね。ちょっと長くなっちゃう。ちょっと長くなっちゃう。でも舞台って感動的だよね。そうなんですよ。なんかさ、悲しかった。そんなだってめちゃめちゃ公演数あるわけじゃないでしょ。そうですね。1週間とか。ねえ、そこまでの稽古があって、でみんなで舞台のセットを作って、なんか花火みたいな感じだよね。そうですね。稽古はやっぱ1ヶ月ぐらいあって長いんですけど、始まっちゃったらもう一瞬で。そうだよね。お別れみたいな。本気で泣きそうになったりしたじゃん、その。いや、泣きましたね。泣いたね。でもだって今組んでんじゃん。いや、そうなるとも思ってなかったから。当時はね。でも今組んでもね。分かったっすね。そうだね。そうだ。667のアンドロイド1617。3月24日来週火曜日リリースです。で、67のアンドロイド1617のリリース記念イベント。今日からなの？9日間連続でリリーベをやっちゃうよと。そうです。で今日この後じゃん。やべえじゃん。そうなんですよ。ここからどこ20時からTSUTAYA横浜みなとみらい店。そこだ。いいTSUTAYA、いいTSUTAYAの、いいTSUTAYAみなとみらいのあそこで20時からやっちゃいますから。これ誰でも参加できるんですか？はい、もちろん。あ、わかりました。皆さん遊びに行ってください。その他では3月28日、土曜日が横浜、トレッサ横浜の南棟12時からと15時から2回あります。3月28日土曜日は横浜タワーレコード、横浜ビブレ店、19時からとなっております。これ同じ日ね。同じ日にやる。そう、3日ですね。そう、同じ日ね。はい。というわけであっという間のお時間でしたが、また遊びに来てください。はい、ラッキーよろしくお願いします。じゃあ最後にお聞きの皆さんにメッセージともう一曲紹介してください。はい。これからも七野の活動の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで最後に聞いてください。七野で、せーの、アンドロイド1617。最後七野って言ってたのに。最後七野って言ってた。じゃあもう一回言って。もう一回ちゃんとやって。もう一回。そう待って。いきますよ。聞いてください。七野で。せーの、アンドロイド1617。ナナもありがとう。ありがとうございます。前のんとナナちゃんでした。